こんにちは、ホタルです。今回の動画ではですね、戦国無双コラボが始まりましたので、そちらの方の解説していこうかと思います。先にですね、パネルミッションの内容を知るために、東洋ミッションがあったので、ガチャ動画の方を先に出しましたんで、そちらの方も良ければ、見ていただけると幸いです。で、まず最初にログインからですね、ログインで、1日目、で、ガラシャがもらえます。配布でって言ってたやつですね。で、2日目、3日目で、コラボガチャが5枚ずつチケットもらえますんで、これでパネルミッションの1枚目にガチャの投用、コラボガチャの投用を10回しようっていうのがあるんですけど、それをクリアできますので、無課金でもその点は安心です。これは、花の刑事コラボの時もこういう形でしたね。で、ログインでまたガラシャもらえますんで、ログインは期間も長いですし、まあ、取り逃しのないようにしましょうって感じですね。で、合わせてですね、1.5 周年記念ログインボーナスっていうのも来てますんで、まあ、こちらの方もですね、まあ、ログインしていって、名所登用状とか、小判とかですね、もらっていきましょう。はい、続いて、先にですね、ガラシャの入手方法っていうのが追記できましたんで、夜中に。こちらの方の確認をしましょう。ログインでさっき言ったように、2000もらえるようになってます。で、パネルミッションの方で、有効度2000がもらえますんで、これで4000ですね。で、母体の分があるので、まあ、凸で言うと3凸ぐらいまではもらえます。で、あとはですね、商品、商店の無償小判で4000で1000買えますんで、で、それで、5000になりますね。で、あとは、購入者特典っていう、いつも通りの、コラボポイントみたいなのを、課金とかするともらえますんで、それによって、合計8000までもらえるようです。で、それとはまた別にですね、優勝小判4000で1000ずつ買えるのが上限10回でありますんで、まあ、そこまで、買えるようになってます。まあ、貫突プラス、奥義、10個分っていう感じですかね。っていうのがありますので、そちらの方、まず確認しといた方がいいかと思います。でですね、ガラシャの性能なんですけど、まあ、戦法とかはですね、まあ、発表されてた通りなんですけど、回心発生率が一瞬で上げれて、鉄砲と弓が S と A なんでいい感じで、で、これですね、昇輪が、貫突まで持ってったら、有力に置いとくだけでも防御と武勇がプラス 10% されますんで、これ結構美味しいですよねっていう話だったんですけど、あとはですね、秘伝の方が、今回初めて分かりまして、でこの3つどれか持ってて、鬼の字エニシ2以上なんですけど、まあ、統率200実数プラスと、部隊の攻撃防御がプラス 5% ずつされます。でこれがですね、まあ総敵の統率マイナス100バージョンでもあるし、攻撃の秘訣とか防御の秘訣の、攻撃の秘訣だったら防御の 5% がプラスされたバージョンみたいな感じになってますんで、となかなかいい、秘伝だなっていう感じですね。で、これがさっき言った入手方法で有効度をもらうか、もしくは、購入特典ですね。ポイント貯めるやつで、交換のところにもありますんで、ちょっと後でそっちにも触れます。はい。で、続いてですね、パネルミッションを、全部開けてきたので、ご紹介したいと思います。1枚目がこっちですね。で、ここをクリアしないと2枚目が見れなくて、2枚目をクリアしないと、次が見れないっていうやつですんで、ちょっと気をつけてください。で、続討伐とかですね、1枚目のクリアして、その後、もう1枚目終わってないんだけど、買ってたとかいうやつは、2枚目ではプラスされませんので、そういうのが、まあ、全部リセットされてというか、最初からっていう感じになるので、お気をつけください。で、全達成報酬でですね、一品とかがもらえますんで、そちらも、回収していきましょう。1枚目がこれですね。で、2枚目がこんな感じになってます。2枚目でも一品の、1000もらえますね、かけらが。まあ、領土と、あと調達ぐらいかな、と歩兵か、が、まあ難しいかもというか、手間がかかるかなっていう感じですね。調達はですね、出してついた瞬間に達成になりますんで、
まあ、ちょっとは楽なのかなっていう感じですね。はい、3枚目こちらになります。ガラシャが、パネルミッションで2000もらえるっていう話だったんですけど、ここでもうもらえますね、3枚目で。で、4枚目、5枚目はですね、15日以降じゃないとできませんので、まあ、そこはちょっと、15日を待ちましょうっていう感じですね。これより先はちょっとわかんないです。で、あの、抽選っていう風に出てますけど、まあ、これがですね、これですね、いろんな、方法で手に入るんですけど、7桁あって、その桁がどんだけ一致したかによっていろいろもらえるので、まあ、そんなに意識しなくていいと思うんですけど、タンブラーとかデスクマットとかももらえるみたいなんで、まあ、一番私欲しいと思ったのが名称投与所50枚とかが欲しいなとか思いましたけど、まあこういうのもあるみたいですんで、ついでにゲットしときましょう。はい。で、まあ動画別で出しましたけど、コラボガチャも来てますんで、こちらの方、重ねやすくなってますので、まあ、10連ごとにコラボ武将 SSR 確定で、まあ、通常枠もコラボのこの3武将しか出なくて、1%、1%、3% になってます。で、10連ごとの確定枠では30、30、40の割合になってますので、かなり重ねやすいです。でおすすめとしては、お市ですね。お市の技能さんがですね、貫突すれば兵力、攻撃力がプラス 10% になりますんで、これ、寄り木に入れとくだけでもいいので、かなりお手軽かなと思いますんで、おすすめです。兵力のプラス 10% って、丸々の増員とのレベル5と同じ効果ですからね。はい、お次は商店ですね。まあ、ちょっと買っちゃったんですけど、まあ、5枚コラボガチャを無償300で買えます。で、160円で、1枚買えますっていう感じで。であとはスタンプとかがあったり、アイコンとかがあったり。アイコンは無償コイン、小判で買えるので、って感じですね。で、あとは重要なのは、ガラシャが無償小判で4000で有効度1000が1回買える。で、優勝だったら4000なんですけど、これが10回まで買えますんで、まあ、ここが、まあ、さっき説明した入手手段とか、あとは、秘伝ですね。どんだけ欲しいかとかのご相談になってきますけど、欲しい分だけちょっとここで調整もできますっていう感じですね。まあ、あまり買いすぎないようにっていうのはありますけど、はい。まあ、でもこういうところでしか手に入らないので、まあ、後に話すポイント交換場とかの秘伝とかと考えながらですね。で、あとは、まあ、いつも通りな感じですね。いつも通りの値段でもありますし。で、このお団子のやつが、その購入ポイントなんで、これをためていけば、なんか別で、また、いろいろもらえますっていうやつですね。で、この 1.5 周年の方にも、この団子ついてますんで。で、私はこれ買いましたね。コラボガチャチケット30枚と、これですね、天部900の S7 のやつ、プラス、S1 の天部900のやつから選べるやつですね。これは買いました。で、ここはですね、まあ、あんまいらないかなと思いますけど、無償小判で買えますんで。まあ、こんなもんですかね、商店のところは。で、まあ、これでもらったこのお団子のポイントで、こちらの購入特典がもらえますと。で、ちょっとここだけ受け取っちゃったんですけど、軽いところで、まあ、チケット、ガチャチケットとかももらえます。抽選ももらえますね。で、こっからですかね。5とか7とか10とか15とか20とか。で、25までですかね。で、このかけら、一品のかけらもらえますね。さっきのパネルのやつで母体と1000もらえてたので、これ4凸までですんで、ここで終わりですね。25まで買えば、終わりです。で、これの性能がですね、まあ、ステータス的にはあんまり高くないんですけど、絵にしはこの2つになってまして、で、こっちがですね、副将か寄り木でいいんですよね。てか、副将か寄り木じゃないとダメなんですけど、防御が 3%、NC1 で武勇 3%。で、またこっちも副将か
与力の時に、先方連鎖率上げてくれます。2%、1%で 4% ですね。これが2突で、4突まで行くと、大将の先方発動時に部隊の攻撃力プラス 10%、NC1 で 20% を15秒間ですので、これ結構強いと思います。いいと思います。副将か与力でいいんで、大将の装備薬も圧迫しないんで、でもこれは貫突までいかないと、最後のやつはもらえないので、25までいりますね。で、ガラシャの方もですね、1000、2000、2000、3000って50までもらえますんで、まあ、ここら辺どうするかですよね課金で買うのか、優勝小判があるんだったらもうそっちで貫突まで買って終わらせるのかとかでもいいかと思います。で、60からですね、このガラシャの秘伝が1000ずつもらえますんで、100までいったら5000までもらえますねってやつで、あとはもう秘伝箱がもらえて、まあ、ガラシャかお市のやつで900ってなると、まあ、この2人ですね、雪村と光秀どっちかのっていう感じでっていう感じでもらえます。で、15日から後半戦が始まるみたいで、前半で200まではいけないみたいなんで、ちょっと後半のやつも見ないとなっていうのはありますけど、まあ、おそらく同じぐらいのやつが来るかと思います、ポイント的にはですね。なので、まあ、その分も、あるっていうことを考えつつ、やりましょうっていう感じですかね。はい、以上になりますかね。まあ、パネルミッションとかが、普段やることの中心にはなります。で、あとは、まあ、購入の計画と、まあ、ガチャの計画とっていうところですかね。はい。コラボキャラクターもですね、結構なんかいい性能してるので、みんな。まあ、ちょっと無双非容疑状態で、先方撃てるか問題っていうのはちょっとあるかとは思うんですけど、まあ、それがなかったとしてもいい性能してる大将二人いますし。で、与力とかで、まあ、特に弓がどっちも S ですもんね。で、なんか与力で入れたいような、武将も二人いますんで、まあ、特にお市が私はおすすめですかね。ガチャ動画も上げてますんで、よければそちらも一緒に見てください。はい、本日はここまでになります。最後まで見ていただきありがとうございました。それでは。